おはようございます。渡辺美塚です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2020年8月7日です。久しぶりなんですけれども、こんな変な時間というか、今夜中の2時なんですけれども、しかも私にしては珍しく、このカルダノ対イーサリアム、しかもね、コインの価格のことですね。私あんまり価格のことを言う方じゃないんですけれども、なんとなくこの記事が気になって、気づいたら訳してしまったので、この内容をシェアしていきたいと思います。こちら2020年8月4日に書かれた記事になっております。カルダノ VS イーサリアム Which coin should you buy now? っていう非常になんかベタな記事になっていますけど、どっちのコインを買うべきかということを言ってるわけですね。でそれで、それぞれのその分析、分析する方たちがね、個人的な、トレーダーであったり企業であったりするわけなんですけども、このような写真とともに、あとちょっとねチャートも出てくるんですけども、あと経済用語がちょろっと出てきて、私もねちょっとあまり細かい説明はできないんですが、全体的にはそんなに難しい内容ではないと思いますので、よろしければお付き合いください。ということで、イーサリアムを買うべきかカルダノを買うべきかという記事の内容に移っていきましょう。はい、ではまずタイトルです。カルダノとイーサリアム、今ならどれを買うべきか。2020年8月4日、イーサリアムとカルダノには大きなアップデートがいくつか控えているが、ほとんどの暗号通貨投資家の口をついて出る疑問は、この2銘柄のうち大きな利益を生み出すのはどちらなのかということである。イーサリアムは世界第2位の暗号通貨であるが、カルダノはその順位を下回っている。そこでイーサリアムとカルダノについて詳細に分析し、その疑問に答えていこう。両銘柄とも今年のパフォーマンスはビットコインを上回っている。イーサリアムは7月中旬現在で132ドルから241ドルに値を上げ、上昇率は 82.5%、 カルダノは 290% 上昇し 0.0330 ドルから 0.1285 ドルとなった。ビットコインはといえば上昇率は 28% と控えめだ。で次にイーサリアムのチャートが出てくるんですけども、こんな感じですね。はい、最も興味深い事実として挙げられるのは、ADAの価格上昇がほぼ5月6月という短期間に起きていることだ。これとは対照的に、イーサリアム US ドルペアでは3月12、13日の歴史的な市場崩壊以来継続的に上昇している。両銘柄とも幾分は暗号通貨業界全体の復調の恩恵を受けて素晴らしいパフォーマンスを示していると言えるが、別の側面もある。それは大きな技術的アップデートが公開されたことだ。イーサリアムは待望の 2.0 が再びおそらく1月まで延期となった。その間にもカルダノは予定通り7月29日にシェリーのハードフォークを実施。そのアップデートのスケジュールと内容がイーサリアムとADA両コインの価格の動きの差を最も明確に表す要因となっている。で次にカルダノのチャートが出てきます。こんな感じですね。はい、しかし両暗号通貨の価格の動きを見る前に、この2銘柄の違いにざっと触れてみよう。カルダノがイーサリアムに対して有利な事情。カルダノはビットコインとイーサリアムの後に開発されているということは、後者の2銘柄、つまりビットコインとイーサリアムですね。この後者2銘柄のミスから学び、その強みの上に構築できるということだ。カルダノの創設者兼 CEO のチャールズ・ホスキンソン氏は、カルダノを第3世代の暗号通貨と称している。これは、その前のコインが実装に苦労している機能の一部を備えていることを意味する。カルダノはウロボロスとして知られるプルーフ・オフ・ステーク POS アルゴリズムの改良版であり、これがネットワークをとてつもなくスケーラブルにするのだ。一方イーサリアムは動きの鈍いプルーフ・オフ・ワークから高速でエネルギー効率の良いプルーフ・オフ・ステークへと移行することだけを目的としている。そのような見地から見るとADAの方がすでに先を行っている。イーサリアム対カルダノのレースについて考慮すべき別の要因として挙げられるのは、チームの結束力である。ADAは商業的プロジェクトであり、チームではコードを書く者も研究者も報酬を得ているが、
イーサリアムの開発チームはいくつかの無報酬のコミュニティが混在したもので、互いに論争し、アイデアを提案しては完結させようとする。カルダノのネットワーク料金は通常、イーサリアムのブロックチェーンよりも安く、トランザクションの認証時間はほぼ同じである。基本的にイーサリアムが現実的にADAに勝る唯一の利点とは、ADAよりも早期に登場したことからそれだけ普及しているということで、人々もそれに馴染んでいるということである。カルダノの反動。カルダノの現在の高騰にもいくつかの要因がある。まず、シェリーのアップグレードによって、この銘柄の分散化が大幅に進み、イーサリアムよりも自立性を帯びるようになることである。この他、さらにスケーラブルでエネルギー効率も高いものになり、ユーザーが自身のADAのステーキングを委任したり、ステークプールを生成したりもできるようになる。さらに、次の2つのアップグレードについて明確なロードマップがある。1つ目はゴーゲンで、これによってスマートコントラクトが実装され、カルダノ上での分散型アプリの開発が実現する。2つ目は場所で、これによってサイドチェーンを用いたスケーラビリティの向上が可能になる。このようなニュースによって、すでにあった楽観的な風潮がさらに高められる。ちょっとね、私が耳にした情報で、場所よりもボルテールの方がむしろ先に来そうな感じだと思うんですよね。で、場所はやっぱりスケーラビリティっていうのはそんな簡単にね、解決できる問題でもないので、2021年まで、まあ実際には、長引くんじゃないかというふうには聞いているんですけども、まあ、やっぱり、よく耳にするのはゴーゲンとボルテール、つまりガバナンスに対応しているものですね。そちらの方が先なんじゃないかなという気はするんですけども、まあいずれにしても、全部実装されたらこれはまたすごいことになりますねということだと思います。で、次に、コインの高騰には高い価格のレジスタンスが重要な要因となる。イントゥーザブロックによれば、ADAを要するアドレスのほとんどが今現在インザマネーであり、現在の価格よりも安値で仕込まれていることを意味する。これは下記の図にも現れており、赤い円、アウトオブマネーがグリーンの円よりもかなり小さくなっているということで、ちょっとね、この指標が私にはよく理解できなかったんですが、まあ、こう説明しているんですよね。で、まあ、ざっくり言うと、大体今の価格っていうのは15円ぐらいなんですけども、去年せいぜい、高値って言えば10円とか11円とかそのくらいだったと思うんですよね。つまり去年は15円とかにはなったことないと思うんです。で、2年ぶりぐらいにね、お返りした価格だと思うんですけども、この2年の間に、ということはこの2年の間にね、仕込んできた方は今よりも安値で買えているということで、そういう方はほとんどが含み益になっているかなと思います。まあ、そういうところをちょっとね、抑えていってくださればいいかなと思います。で、その次に重要な側面とは、パートナーシップの育成である。新たな協力体制の一つとして、ブロックチェーンプロトコルの L5 との連携が挙げられる。これによってカルダノはステーブルコインの分析が可能になり、分散型金融サービスの提供もできるようになる。もう一つは250社を超えるブロックチェーン及び金融企業を要するハイパーレジャーコンソーティアムとの連携である。ということで、まあ技術的なアップデートもどんどんしてるんですけども、商業的にも今これだけ進んでますよということですね。で、イーサリアム 2.0 のアップデート。すでに記載したように、イーサリアムコミュニティの主な目標は POS への切り替えであり、これによってユーザーが自らのコインをステーキングし、トランザクションを検証するのと引き換えに報酬を得ることができる。イーサリアムホルダーの半数以上がステーキングを希望していると言われており、イーサリアムの長期にわたる人気ぶりは健在と思われる。POS のフェーズ0を実装するアップデートは、当初は2020年7月に開始される予定だったが、いつものことながら延期となってしまった。しかし、ビタリック・ブテリン氏は今年中には実現できるはずだという。で、判定ですね。どちらのコインの方が収益が大きいか。テクニカル分析からは、現時点ではカルダノの方が楽観視される。例えば、アルトコイントレーダーニック・パーテル氏は、ペイテル氏とおっしゃるのか、まあ、ニックさんですね、は上昇率 55% を超える0.20ドル、まあ、これ今の日本円に直すと約21円ですね、まで価格が上昇すると予測している。これいつまでって言ってないんですけど、多分今年中のことかなと思ったんですが、ちょっとね、いつまでに上昇するとか、そういうふうに明記はされていませんでした。まあ、おそらく2020年中ですね。で、リサーチ企業のワイスクリプトレーティング社も見解は同じで、ADAは今現在主要な暗号資産の中で、チャートが最も強気な価格を示すコインの一つです。2020年、新たな高値圏に入り、これが堅調に続くと思われます。
ということで、まあ、ここまでね、いいことが言われてますが、これはあくまでも、まあ、一つ一つのこう見解であって、この通りになると保証できるものではありませんので、そこはね、気をつけて聞いてください。まあ、投資される方はお一人の考えで、お一人の責任でですね、よろしくお願いします。では、続けていきます。開発者によって発表された定期的なアップデートを考慮すると、カルダノはスケジュールに忠実に、頻繁にアップデートを実施するであろうし、そのことも2020年のイーサリアムとの戦いには最も重要な側面となってくる。はい、ここでもちょっと突っ込みたいんですが、チャールズ・ホスキンソン氏ですね、カルダノを開発している IOHK の CEO、チャールズ・ホスキンソン氏は決してイーサリアムとの戦いを目的にしているんじゃないんですね。まあ、結果的にイーサリアムを凌駕するっていうところまでは、そのカルダノの目標を果たせば、いくのでしょうけどと私は思っているんですが、決してそういうことを、イーサリアムに勝つことを目的にしているわけではないです。はい、で次に行きましょう。イーサリアムの価格については慎重な期待感が優勢になっている。イーサリアムはビットコインの価格の動きを追うことがほとんどで、フェーズゼロのアップグレードの遅延により不安感が高まっていることがその理由である。さて、カルダノを買うべきか、イーサリアムを買うべきか。総合的に見て、現時点では少なくとも短期及び中期目線の投資家にはADAの方が幸先が良いコインと考えられる。カルダノの価格は 505% まで上昇する可能性があるのに対し、かなり現実的な目標ではあるが、イーサリアムの上昇率として考えられるのは 15% から 20% であるというふうに言っています。まあ、あくまでも予想なんでね、これを鵜呑みにせずに、ぜひ一人お一人がご自分の目線から判断していただければと思います。で、私はね、こちらで短期及び中期目線の投資家にはって、まあ、もちろんね、そういう方たちにも利益をもたらすものであってはほしいんですけども、私はやっぱりずっと中長期目線というか、どちらかといえば、まあ、長期組みかなとね、今まで思ってましたし、これからも、まあ、そのように考えております。ということで、はい、あとはそれぞれがね、判断して投資される方はご自分の考えで、ご自分の責任でなさってください。ということで、この記事の内容はこちらで終わらせていただきます。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。